一人で悩んでた夢の探し方、あなたはわかるかな、ねえ私何を叶えたいの、答えはどこにあるの、一緒に探してほしい、一から始めるよ、くるくるっと鎌を混ぜたら緑があふれ、教会の鐘の音が響き渡る小さな町。この町に一人の少女が暮らしていました。少女の名はソフィー。亡くなった祖母から教わった錬金術でアトリエを営んでいます。とはいえその腕前はまだまだのようで。まで立ってもおばあちゃんみたいになれないよ。ああ、なんか錬金術がバーンと上手くなる方法とかないのかな。そしたらすごい薬とか作って町のみんなから頼られてそんなのあったら苦労しないよね。ああ、片付けしよっと。開いてますよ。こんにちは、ソフィー。なんだかすごい匂いだけれど。さっきまた失敗しちゃって。それよりモニカ、どうしたの？何か用事？ええ、実は頼みたいことがあって。モニカが頼み事なんて珍しいな。どうしたの？さっきホルストさんに会って山氏の薬を用立ててほしいと頼まれたんだけど、
どこに行っても手に入らなくて、ひょっとしたらソフィーなら知ってるかもって思ったの。ほら、ソフィーって一応錬金術師じゃない？だからね。一応は余計だよ。でも山師の薬か、作ったことないんだよね。おばあちゃんが作ってるのを見たことあるから作れる気はするんだけど、もともと私が引き受けた依頼だし、難しそうだったら無理はしなくていいのよ。ううん、大丈夫。困ってる人は放っておけないからね。私に任せてよ。あ、でもちょっと自信ないからおばあちゃんの本探してみるね。どうしたの？何でもできるお菓子作り違うな。しつこい汚れの落とし方これも違う。モニカ見つからないよ。普段からちゃんと整理整頓をしておかないからよ。ほら、今度またお掃除してあげるから頑張って。しないように気をつけてね。大丈夫だって、任せてよ。
こんな感じで大丈夫？それじゃ一気に仕上げるよ。できた！私はホルストさんのところに行ってこようかしら。ねえモニカ、私もホルストさんのとこ行っていい？ん？いいけれど、どうして？ほら、この薬って私が作ったわけじゃない？もし不良品だったら大変だし。大丈夫だと思うけど、まあ好きにすればいいわ。じゃあ行きましょうか。うん。あ、ちょっと待って、どうせだからさっきの図鑑にレシピを書き込んでおくよ。モニカ、お待たせ。それじゃホルストさんのところに行こう。ああ、二人ともどうしたんですか？ホルストさん、頼まれた山師の薬を持ってきました。ああ、ありがとうございます。さすがモニカ、仕事が早いですね。いえ、実はそれはソフィーが作ってくれたんです。私、山師の薬を手に入れられなくて。これをソフィーが作ったんですか？はい。どこかダメなとこありましたか？とんでもない、これほど見事な山師の薬、めったに見られるものではありませんよ。いやはや、ソフィーの錬金術の腕前も上達しているんですね。二人とも、とても助かりました。これは今回のお駄賃です。私、何もしていないのでいただくわけには。いえいえ、急な頼み事をしてしまいましたから、手間賃だと思ってください。それではありがたくいただいておきます。ソフィーも本当にありがとね。もし何か困ったことがあったら力になるから言ってちょうだい。それじゃあそろそろ失礼するわね。ホルストさん、ソフィー、さようなら。ええ、それでは。はあ、今日は頑張ったな。ん？本が浮いてる！本って浮かぶものだったっけ？帰ってくるなり想像しいですね。はい、ごめんなさい。って、え？今、本が喋ったよね？はい、喋りましたが。本が喋ってる！落ち着いてください。人だって言葉を発するのです。本が話をしたとしても何もおかしくはないでしょ。そういうものなのかな。よし、一旦落ち着こう。
なたはさっきの図鑑だよね。私が書き込んだやつ。はい、プラフタと申します。あ、名前あるんだ。私はソフィーって言います。ソフィーですね。記憶しました。あ、プラフタさん。プラフタで結構です。あ、うん、プラフタは一体何なの。本です。いや、それはわかるけど、本なのに飛んでるし喋ってるし、なんかすっごく不思議って思って。確かに私は通常の本とは異なります。なぜなら私は妙ですね。思い出せません。私は何なのでしょうか。いや、私に聞かれても。ねえ、ひょっとしてプラフタ記憶がないの。どうやらそのようです。錬金術に関わりがあることだけは覚えているのですが。錬金術？それなら私力になれるかも。私実は錬金術師なんだ。ああ、存じています。山氏の薬の製法も知らない駆け出しの錬金術師ですね。見てたんだ。でも今はちゃんと作れるし。あんなもの少し勉強すれば子供だって作れます。でもホルストさんにすごい出来栄えって褒められたし。私からは特別優れていたようには見えませんでしたが。どうせ私錬金術下手だもん。すぐ失敗しちゃうし、いろんなもの作れないし、おばあちゃんみたいに町のみんなを助けてあげられないもん。上手くなりたいですか。え？錬金術が上手くなりたいですかと聞いたのです。それはもちろん、なれるならなりたいけど。知識の大釜という道具があります。誰でも偉大な錬金術を行使しうる錬金術の知の結晶。それさえあれば、あなたはあなたの願う通りに自在に錬金術を駆使できるようになるでしょう。そんなすごい道具があるの？欲しい！ねえ、それどこにあるの？知識の大釜は、妙ですね。ねえ、プラフタ？まさかとは思うけど、釜について忘れちゃった？そのようです。本当に？ひどいよ。期待だけ持たせといてあんまりだよ。申し訳ありません。しかし全く思い出せないのです。お詫びと言ってはなんですが、私があなたに錬金術を教えましょう。記憶を失っているとはいえ、あなたよりも錬金術の知識を持っている自信があります。確かにプラフタって賢そうだし、私より絶対錬金術詳しいよね。教えてくれるって言うならお願いしたいかも。はい、それではこれからよろしくお願いします。ソフィー。うん、よろしくね、プラフタ。空想なの向こうに何が待って
よし、じゃあ早速いろいろ教えてよ、ブラフター。やる気ですね、ソフィー。うん、いつまでも駆け出しじゃいられないからね。ではまずは調合をしてみてください。調合だね、任せてよ。素材素材、ああどうしました？山氏の薬を作るのに全部使っちゃったみたい。何も残ってないや。なら取りに行く必要がありますね。近くに素材を採取できそうな場所はありますか？うん、一応知ってはいるけど、あそこにはプニが出るから一人だと怖いな。あ、そうだ、モニカについてきてもらおう。モニカ、昨日ソフィーといた少女ですか？うん、モニカはああ見えてすごく強いんだよ。なるほど、それなら安心ですね。それでは気をつけて行ってきてください。え、クラフトは一緒に来ないの？はい、見ての通り、ついていったところで戦えませんので。そっか、わかった。それじゃあ行ってくるね。はい、なるべく早くお願いします。時間は有限ですから。あまり寄り道をしてこられると錬金術を教える時間が減ってしまいます。そうだね、わかった、すぐ帰ってくるからね。どうしました？
何を作ろう。こんにちは。今は他にやることがあるかな。元気かい？モニカ、一緒に採取にいてくれない？ん？どうしたの？急に。調合で使う素材が足りなくなっちゃったんだ。取りに行きたいんだけど、一人じゃ心細くて。ああ、そういうこと。もちろんいいわよ。ソフィーにはホルストさんの件でお世話になったしね。やったー、モニカ、ありがとう。え、ところでソフィー、身支度はちゃんと整えた？身支度？ハンカチとおやつはちゃんと持ったよ。そうじゃなくて、薬とかいろいろあるでしょ。仮にも魔物が出る場所に行くんだから、ちゃんと準備しないとダメよ。ああ、そうだね。ちゃんと持ってくことにするよ。頑張れよ。あら、ソフィーとモニカじゃないか。
これからお出かけかい？あ、マルグリットさん。はい、これからソフィーの採取を手伝いに。ね、ソフィー。ソフィーはうちの野菜に夢中みたいだね。ソフィー？え？あ、うん、そうそう、これから採取に行くところなんです。そうかいそうかい、気をつけて行ってくるんだよ。はい、お気遣いありがとうございます。そういや、うちのバカ息子はどこをほっつき歩いてるのかね。もし見かけたら私が探してたって言っておいておくれよ。わかりました、見かけたら言っておきますね。それではマルグリットさん、失礼いたします。ああ、それじゃあね。やあ、こんにちは。さて、どこに行こう。外に出るのすごい久しぶりな気がするよ。ソフィー、気をつけなきゃダメよ。いつ魔物が出てもおかしくないんだから。わかってる。って、あれ、誰かいる？あれって、おーい、オスカあれ、ソフィーとモニカじゃないか。こんなところでどうしたんだ？ちょっと錬金術の素材を集めにね。オスカーは？オイラは植物の観察に来たのさ。ここの植物はなかなか面白い話を聞かせてくれるよ。オスカー、あなたまた植物と話をしてたとか言い出すんじゃないでしょうね。その通りだけど、何かおかしいかい？逆にオイラにとっては話ができない方が不思議だよ。ま、オスカーは昔からこんな調子だものね。今更どうこう言うつもりはないわ。なんかトゲのある言い方だな。あ、そうだ、マルグリットさんがオスカーのこと探してたよ。やばい、配達の仕事忘れてた。このままじゃ母ちゃんに叱られる。自業自得ね。諦めなさい、モスカ。ん？なんだ今の音。トニー！ソフィー下がって。オスカ、戦えるわね。ちょっと待ってくれよ。まだ心の準備が。来るわよ。
よし、パパッとやっつけようぜ。でも急に襲ってくるなんて聞いてないよ。ねえオスカ、私たちと一緒に行かない？今みたいにまた魔物が出た時、一人じゃ危ないよ。そうみたいだ。じゃあオイラも一緒に行くよ。痛い目に遭うのはごめんだからね。よし、そうと決まったらパパッと採取済ませちゃおう。あ、オスカも手伝ってね。え、いやそこまでするとは言ってない。ここで会ったこと、マルグリットさんに黙っといてあげるからね。ああ、分かった。調べていく？やめとこうぜ。オイラもうクタクタだよ。それにあんまり長居するとヤバい魔物が出てくるかもしれないぜ。確かにオスカーの言う通りかも。それじゃあそろそろ帰りましょうか。うん、あ、二人ともアトリエに寄って行ってよ。お茶かなんか出すからさ。そう？じゃあお言葉に甘えようかしらね、オスカ。ああ、だけどちょっとだけ休ませてくれ。まさか植物だけじゃなく本の声まで聞こえるようになるなんて。いやオスカ、今回は私にも聞こえているわ。ソフィー、あなただけでなくあなたの友人も騒々しいのですね。あはは、プラフタを見たら普通誰でも驚くと思うけど。
人とも。あのね、図鑑に物を書き込んでしばらくしたら本が喋り出したね。夢みたいな話だな。まさかあの図鑑がこんなすごい本だったなんて。私も最初は驚いたよ。だって本が飛んで喋るんだもん。別におかしいことではないと思いますが。いや、おかしいよ。それで、プラフターさん？プラフタで結構です。あ、じゃあプラフタ。プラフタは一体何者なの？あ、モニカ、それ私も聞いたんだけど、プラフタ記憶がないみたいなんだ。え、そうなの？はい、覚えているのは名前と少しばかりの錬金術の知識のみです。そうなんだよね。プラフタの記憶、なんとかして取り戻してあげられないかな。記憶ね、なんかきっかけみたいなものがあれば戻るんじゃないの？きっかけか。あ、ソフィー、私思いついたわ。プラフタが喋るようになったきっかけって、ソフィーが図鑑に書き込んだことよね。うん、多分そのはずだよ。だったら図鑑にレシピを書き込んでいけば、プラフタの記憶も蘇るんじゃないかしら。おお、なるほど。さすがモニカ、冴えてるな。ねえ、プラフタはどう思う？ありえない話ではないと思います。やってみる価値はあるかと。よし、そうと決まったら錬金術の勉強をたくさんして、どんどんプラフタに書き込んでいかなきゃ。そうね、これも何かの縁だし、何か協力できることがあったら言ってね。ああ、オイラも手伝えることは手伝うよ。みんなありがとう。おっと、もうこんな時間だ。母ちゃんに叱られちまうから、オイラ帰るよ。じゃあ私も失礼するわ。ソフィー、プラフタ、またね。うん、またね。プラフタのために頑張らないとね。ええ、期待していますよ、ソフィー。どうしました？よし、じゃあ今度こそ調合を始めるよ。プラフタ、いろいろ教えてね。はい、わかりました。よし、何を作ろうかな。どの材料を使おう。こんな感じで大丈夫？それじゃあ始めよう。
丈夫？それじゃ、一気に仕上げるよ。レベルアップ！わあ、今までのよりいい出来だよ。はい、同じレシピでもやり方次第で出来栄えは大きく変化するのです。錬金術の基本は創意工夫、覚えておいてください。創意工夫だね。うん、わかったよ。ところでさ、プラフター、私そろそろ別のものを作ってみたいんだけど。それも創意工夫次第ですよ。え、どういうこと？日常の生活で経験するさまざまな出来事、見たもの、聞いたもの、感じたもの、それらをもとに創意工夫することで新しい錬金術のレシピをひらめくこともあるということです。いろんなことをやってみろってこと？簡単に言ってしまえばそうなりますね。わかった、とりあえずいろいろやってみることにするよ。ええ、ぜひそうしてみてください。少なくとも得た経験は必ずあなたのためになるはずですから。
いらっしゃいませ、ソフィー。この間はありがとうございました。いえいえ、お安い御用です。また何かあったらいつでも言ってください。それでは早速お願いしてよろしいですか？え、何かあるんですか？ええ、この店は人が集まるのでいろんな頼み事が入ってくるのですよ。ソフィーにはそういう依頼の対応をお願いしたいのです。私で大丈夫でしょうか？あれだけのものが作れるのです。今のソフィーなら大丈夫でしょう。それに私の方でソフィーにできそうなものをまとめるので大丈夫です。わかりました。それならやってみます。ありがとうございます。頼み事の他にもいろんな情報がありますので、詳しく知りたいことがあったら言ってください。いらっしゃい。よく来ました。どの依頼を引き受けてくださるのですか？うん、この魔物なら倒したことあるし、多分大丈夫だね。ありがとうございます。持ってる分じゃ足りないな。外に取りに行かないと。ありがとうございます。うん、ありがとう。もありうーん、聞いたことのない魔物だな。ありがとう。いらっしゃ。どの噂を聞き、その噂でよろしいですか？ありがとうございます。それではお話ししましょう。その、ありがとう。
いらっしゃい。それでは。こんばんは。次はどこに行くの？この経験、次に生かさないとね。植物のためにオイラは強くなるのさ。よいしょ。ちょっと強そうじゃないかな。張り切っていこう。
つも通りにやるだけよ。当たれ！せい！行くわよ！キャリー！どう？はーい！行くわよ！いい汗かいた。えい、えい。面倒だから早く終わらせちまおう。植物のためにオイラは強くなるのさ。次はどこに行くの？